それでは永井さんに一組目、はい、まずこのキレボックスから永井さんの切れ方を決めてもらいたいと思います。この中でね、いっぱいあるから、お題がいろんな切れ方がいい、いろんな切れ方がいい。永井さんもこれに沿ってやってもらいます。ああ、なるほど。友達になっておぎれ、はいなるほど。いや、これバレるよね。バレると思うけど、それは永井さんの演技力と、あ、そのあれ迫真の演技でうまいことやってほしいな。なるほど。3分間ですからね、これ。その1秒とかその10秒とかじゃないからね、はい、3分間切る。わかりました。それでは、一組目です、はい、どうぞ。俺の方でしょ、される側だったら来てるけど失礼します。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。とりあえずあの、はい、アクセルチルドレンっていうのがインターネット番組で来年から始まる、はいはい、で俺が選抜したメンバーに送ってるから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カメラはあの、はい、インターネット番組のカメラがもう入っていて、はい、これがもしかしたらそのまま放送されるかもしれない。え、はい、そうよろしく頑張ります。お願いします。お願いします。僕たちはですね、ちょっと日常における、ダサいことをかっこよくする歌ってちょっと今日作ってみまして、そちらちょっと披露したいと思いますね。します。日常におけるダサい歌をかっこよくする歌。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、アイ、おい、お、おい、おい、おい、お、おい、おい、お、おい、おい、おい、お、おい。日常に起こるダサいことをかっこよくする。コンビニでピッ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 、はい、1000円です。はい、これ1000円。 OK、 どうもありがとうございました。おい、お、おい、おい、おい、お、おい、お客様、商品を忘れてます。はい、それプレゼント、かっこいい。いや、はい、いやいやいや、リズムネタをよく俺に見せれたなっていう、なんか、はい、あのずっと俺はやってるわけで、はいはい、テンテテンテテテテテンテテンテテテテテテンっていうのはもうやり尽くされてんのね。いや、よく見せれたな、俺にな。いやいや、てんててんとか、てん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 とか、この拍子はもうやり尽くされてるから。いや、じゃあ熊田雅史が、じゃあもしここでオーディションやってて、なんかケツ上げるみたいなとか、なんかこうバカなことをするなんか小道具使ってやるっていうのを見せる、見せないです。はい、失礼じゃんそれは。はい、今ですね、いや熊田雅史がいてできるの？できないです。笑っちゃうのか。っていうか、まずさ、はい、お前ら何年目だよ。3年目です。3年目だろ、はい、俺19年やってんだよ、はい、なあ、なあ、はい、もう16年違うんだぞお前、はいはい、で16年違うからってなんかその距離感みたいなのも腹立つしな、はい、なあ、なんか、なんだろう、俺は、はい、もうそういう後輩とか先輩とかっていうより、こう芸人で俺は人を見てるから、はい、それをなんかみんな思うんだよ。お前らに当たっちゃって悪いのかもしれないけど、もう、じゃあ芸人は芸人、人は人だから、そ先輩後輩とかっていうよりもっともう距離詰めてこいよ。いや、距離詰めてこいよ。せっかく一緒に仕事しようとしてんだから距離詰めてこいよ。
いや、はいじゃんって、それめちゃくちゃ後輩のスタンスじゃん、うん、僕の中では、うん、そのリズムネタをその長い、いやリズムネタとかじゃなくて距離を詰めてこいっつってんだよ俺な、うん、なあ、はい、長井さんお願いしますよとかさ、今度一緒にご飯行きましょうよみたいなとかさ、長井さん僕ら出たいっす、どうしても、いやそれは、それは当たり前だけど、じゃあ距離感が全然友達な感じしないんだよ、友達じゃねえじゃんこんなの、俺ちょっと尊敬がもうすごく、いや尊敬とか嬉しいけど、はい、友達じゃねえじゃねえかよこんなのが、はい、終了。すいません、ちょっともう終了。ドッキリじゃないもんだってこれ。ちょっと待ってくださいよ。ドッキリじゃなかったもん。いやドッキリだったら、いや違う、キレドッキリって言ってるけど普通にキレてました。ドッキリじゃなかった。いやでもどうだった？あのさ、節々におかしいことは言ってたよ。そうなんか初めなんか。おい、芸歴お前何年だよみたいなこと言ってて、その後そのお前ら距離感詰めろみたいな、その芸歴のこと初め言ってたのに、友達になってよって言われた時どう思った？いや、このあの NSC で教えられたことと違うって、友達とかそういうんじゃないの、芸歴とかでやってんのにな、はい、いやでもお二人のリアクション素晴らしかったですよ。いや、ちょっと本当リアルなんか本当に怒られてる感じがして。ってことはピクニックさん、要はこの番組はどういうことですか？この番組は、もちろん、ございません。だよ、永井雄一郎のアクセルチルドレンなんてございません。うわぁ、今日はこのキレドッキのためにスケジュールを押さえさせてもらいました。いや怖かった、申し訳ない。ありがとうございます、もう。いやいや、もうありがたいっす。これでも出れたことが幸せです、僕ら。最後に永井さん、あのネタのダメ出しだけちゃんとしてもらって。あの、すごくいいリズムだったよ。